さあ開きました、さあ開きましたよ。あ、アプリは用意してるんですよ。45個のプリセットが出てきましたよ。あ、もっとなんかギャーンってなってますね。これがバーって感じ。本当にこんな音どうしてテンポやん。テンポ出してくれ。ロックマンなの一部と全部。へえ。で、ジャジーブレッツ弾かれへんちゅう。もう早速ここにね、来てますから、もう開封してなんかしていきますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では失礼します。さあ開きました、さあ開きましたよ。ほっ、こいつをここに置いてやっていきたいと思います。今日はだからここに置いて、この音をこのマイクで撮ってっていう感じでお届けしようかなと思ってます。早速大切な儀式の方やっていきましょうか。このエンブレムちょっと真ん中に貼るのがいいのかな。これはえい、はい、これでできました。はっ何の反応もない。あ、赤く光った。あ、赤く光ってる。電気消してみましょうちょっとしか光ってへんな。あ、出た出た、出ました。もうなんか良さそうな音してます。いいですね。グッドボタンお願いしますヤマハ THR に対してね、グッドボタンをお願いします。テラニチャンネル。本体にもう最初から入ってる、今1番っていうプリセットを使ってるんですけど、5番までは最初から多分登録されてるんで、まあ、5番までちょっと見ていきましょうか。これ2番、これクランチとかのつもりなのかな、まあ、バッキング。3番いってみましょうか。これをのことをクランチっていうのかな。いや確かに音量ぶち上がってますね、これ。そういうとこやな、それは無理なんだな。で4番、ここの辺からドクリンになるんでしょうか。とかなのかな。ちょっと5番先行かしてもらいますね。5番が何なのか。あ、こっちの方がタイムっぽいかな。こっちですね、タイムは。4番じゃなくて5番。そういうわけで、ちょっとここにもう実はアプリは用意してるんですよ。あ、出た出た、出ました。45個のプリセットが出てきましたよ。あ、なるほどな、これ 1,2,3,4,5 はここに入ってるやつも一応 この中の45個のうちの1から5番までが最初から入ってるっていう話ですね、多分ね。本体メモリー1から5が本人監修プリセットね。なるほど。そんなことでプリセットを順番に弾いていくコーナーですかね、ここからは。こう今見たところね、45個プリセット入ってますんで、これも画面見せたいぐらいなんですけど見えません。それまた編集さんが何とかしといてくれると思って。で6番からねやっていきたいと思います。レディーナビゲーションリフ。おー、いいですね。なんかこの変なディレイみたいなのかかってますね、短い。うん、いいですね。7番ゼロリフ。何が違うんでしょうね、レディナビの音と。あ、もっとなんかギャーンってなってますね。これがババーって感じ。おお、素晴らしい。リフとまたソロが何が変わるのか。まあ、空間系がかかったかな。
あー、ぽかった。9番ランアルペジオですね、うん。ランはもう非常にいいですね。ランバッキングに行ってみましょう。ロックマン感出してますね。素晴らしい。何ソロ？あ、半ワウだな。半ワウですね、これは。だから、ゼロのソロは半ワウじゃなかったっていう話ですね。そういうこともわかりますね、ここから。なるほどね、こんな感じになるんだ。俺はでもまあこれが本人に近いのかな。俺がなんか普段ちょっとここら辺でかけてる半音と感じが違いますね。12番がワンオンナインオーがね、ついに来ました。 M ステミュージックセッションのテーマ、サウザンドドリームス、メロディー、むちゃくちゃ半音ですね。なるほどね。でリフがもう一個あるんですよ。これはもうなんか多分ロックマンでこんな半音かかってない感じなのかな、でしょうね。結構ギャオギャオ言ってますね。やっぱなんかロックマンでもいろいろあるんだなっていうのが、このぐらいちゃんと変わってると分かりますね。あのあっちゃんがちょっとだけ変えましたみたいな、全く何が変わってるのか分からないんですけど、これだから本当にあっちゃんに説明してもらいたいですね、これね。あっちゃんちょっとなんか今度通話で参加してもらおうかな。タイムアルペジオ、あ、タイムアルペジオあるんだ。ちょっとランアルペジオと何が違うのか気になりますね。次、ランアルペジオ行ってみます。ちょっと音がでかいですね。タイムアルペジオ、うん、なるほど。コーラスがこっちの方が音程がかなり揺れてますね、多分タイムの方が。お、そして15番ネイティブダンスカッティングですね。ついにカッティングが出てきました。ネイティブダンスカッティングでした。バッドコミュニケーションカッティングってどういうことでしょうね。16番、全然わからないですね。これはちょっとスルーしていきましょう。で、バッドコミュニケーションリフ。いいですね。ノイズゲートでバチって音切れるのもすごい楽ですね。バッコミソロがあるんですけど、バッコミソロってこれだから初期のバッコミソロってことでしょ。俺、ベスト版のやつしか弾けない感じなんで、困るんですけど。
に合わないですね、これに。恋心イントロ。これ結構むずいな。どういうテンポやねん。テンポ出してくれ。もうできた。あーよかった。この次20番リアルシングシェイクスなんですけど、ここからちょっとギター持ち替えちゃおうかな。ヤマハさんどうもありがとうございました。アクシスちゃんでね、やっぱリアルシングシェイクス弾かなければいけないんじゃないかということで、スクイール難しい。なんかね、随所にお、今んとこすごいっぽい音してんなみたいな、こことか。おって思いましたね、さっき弾いてて。え、THR のライトの色でロックマンかそうじゃないか、わかる。なんじゃそら。青いとロックマンなのか。え、まだロックマンなんだ、リアルシングシェイクス。まあ時期的にはそうですけど。で、次がコーリングイントロとコーリングだけっての書いてあるやつがね、21番22番にあるんですけど、コーリングイントロデカデデのことだと思うけど、で、次の22番コーリングっていうのが何のことなのかの問題ですね。え？もうそのバースクバースクがこの音なのかな。なのか。コーリングは2個目のプリセットが歌入ってからのです。あ、あ、ジャースクジャースクのところってことね。あ、なんかそんな気はした。阿部さん。ありがとうございます。ファイアーボールイントロ、お、やっとなんかちょっと怪しいエフェクターがかかってくるんじゃないですか、この辺で。本当にこんな音ジョイアンヨイーン打てるやん。もっと弱くしたいな。ちょっとかかりすぎやな。もうちょい遅くしたいですね、このウニャウニャを。やってみましょうか。それフェイザー、ここがスピード、こんぐらいでええわ。セーブしちゃおう。プレジャー98枚いってみましょうか。ってこと？よかったら高評価などなど押していってくださいね。高評価押してコメント適当に書き込んでいってくださいね、気軽に。さあ、ゴーファーザー行ってみましょうか。このプレジャー98からどんな風に変わるのか。え？え？なんか歪みがだいぶ減ったんですけど。ちょっとなんか
ちょっと違う感じがすごいするんですけど、皆さんどうですか？もうちょい欲しいな。ゴーファーザーの普通の音。これ音量小さい問題かな。クランチ？全然俺の考え方と全然違うんだな。じゃあ、テラニチャンネルの高評価チャンネル登録お願いします。モデレーターの動きしてる。模範的なモデレーターの動きしてるじゃないですか。じゃあ次は27番ブラザーフットイントロですね。これは非常にいいですね。はい、というわけで28番ギリギリチョップバージョン51に行ってみたいと思います。うん、いいんじゃないでしょうか。ジュースフランジャー、もうフランジャーって書かれてるから。こんなに歪んでない。へえ。でジュースリフ、なるほど、おふえっていう感じがすごいいいですね。31番今夜月の見えるおかげですね。クリーンになってるんでイントロのことでしょうね、多分ね。なるほど。へえ。あ、これはこんなに沈ませてていいんだって感じですね。で次は32番リング、これは半ワウなのかな。違うわ、これもアルペジオだ。でもこれセンターでやれ的なやつだ多分。狂ったように音量が上がりましたね。セイクリッドフィールドイントロ、これは違うでしょうね。これもっと歪んでるでしょうね、多分ね。で、オージャパン、アワータイムイズナウ、ここドシャドシャですね。これはこれしかも曲名だけなんで久しぶりに、まあ、ソロももうこれで弾けって話なのかな。そんなシンプルな感じですか。
そして次35番愛の爆弾をだいぶゴールが近づいてきましたね。なんかジャキジャキした普通にいい音ですね、これはね。これをもうちょっと歪ましていって、なんか普段使いでずっと使いたいなみたいな感じの普通のいい音ですね。36番一部と全部ってなってるんですけど、これはどういう感じなんでしょうね、どういう変化なのか。なるほどね、なんかちょっと太いようなロックマンなの、一部と全部。へえ。でジャジーブレッツ光れへんちゅう。なるほど、こういうのってセンターなのかな。ウルトラソウル2011アルペジオ38番。あ、いいですね、これね、普通に。ウルトラソウル2011バッキング。ノエルエレってことですよね。この次ソロなんですけど、このウルトラソウルの。でソロがこんなに歪んでないんだ。まあそんなもんか。はい、そして41番ワンオナイオミリオンドリームズメロディどうなったっけ全然思い出されたあ、安倍さん1094ミリオンドリームズの方はご本人使用アンプのモデリングですと。へえ。っていう内緒の情報が出てますんで、皆さんね、そんな話聞いちゃったぞっていうことで自慢してくださいね。以上でプリセットの紹介を終わりたいと思います。あと4つぐらいあるんですけど、ちょっとあんまりもう知らない。